タレントのアビル・ユー38が4日に自身のインスタグラムで、昨年末に24年間所属していた事務所ホリプロを退所したことを報告しました。お知らせとして投稿し、2023年12月31日をもって24年間お世話になりましたホリプロを退所しましたと発表。これまでとこれからも支えてくださった方々、応援してくださった皆様への感謝の気持ちを忘れずに過ごしていきたいと思いますと感想を述べました。続けてホリプロとは円満に退所しました。15歳からの活動を支え成長を助けてくれたホリプロとその皆様、24年間の活動で関わってくださったスタッフや関係者、応援してくださった方々には心から感謝していますと感謝の意を表しました。また新聞社や週刊誌、各方面からのお問い合わせや取材にすべて対応できなかったことについて申し訳なく思います、ご理解いただければ幸いですと伝えました。これからの活動については、今は個人的にリラックスして活動していますので、これからも応援していただけると嬉しいですと記しています。またこの日が38歳の誕生日であることを記念して、38歳になりました、おめでとう私、エミ下半期も皆様が心豊かに過ごせますように、いつもありがとうございますとファンにメッセージを送りました。アビルさんは2001年にテレビ東京系オハスタのアシスタントをワガールとして芸能界にデビューし、それ以来同局で活動を続けてきました。プライベートでは2014年に格闘家の才賀喜左衛門と結婚し、2015年5月に長女を出産、しかし2019年に離婚しました。その後2022年2月に第2子の女の子を出産しています。同年11月に放送されたフジテレビ系突然ですが占ってもいいですかに出演した際、第二子の父親について一般の方で、友人の知り合いのような方ですと説明しました。2024年5月7日までに、格闘家の才賀喜左衛門のアメーバブログが削除されました。削除が本人によるものか、運営側によるものかは明らかにされていませんが、彼のブログはかつてパパ部門で1位を獲得したこともあり、ネット界に大きな話題を巻き起こしています。才賀は現在、元妻で女優のアビル・ユーとの間に誕生した9歳の長女と2人で生活しています。2019年に離婚後、親権は才賀に与えられましたが、2020年にアビルが親権の変更と引き渡しを求め、法廷での争いを経て、2021年に親権はアビルに確定しています。しかしながら、才賀は未だに長女を引き渡していません。その後、才賀は事実婚の関係にあったエリさんとの間に、2022年に男児が誕生しました。当初は長女、長男、エリさんの4人で暮らしていましたが、2023年に別居し、後に事実婚も解消されました。才賀さんは、アビルさんとの離婚後も、長女の写真をブログに投稿し続けていましたが、2023年9月頃から突如長女の写真が消え、その後の投稿でも名前や娘という表記が使われなくなりました。週刊文春2022年9月29日号の報道によると、アビルさんがアメブロを管理するサイバーエージェントに対して申し立てを行った結果、同社は才賀さんの投稿が規約違反と判断し、彼に長女の投稿を停止するよう通告したそうです。記事では、親権が変更された後も長女と同居を続ける才賀さんを違法な連れ去りとし、才賀さんが長女の投稿を続けることについて、アビルさんの弁護士がサイバーエージェントによる違法行為の助長であるとコメントしていると報じています。芸能記者。長女が9歳の誕生日を迎えた5月5日。才賀さんはインスタグラムのストーリーズでいつも幸せをありがとうとコメントし、
娘をおんぶした写真を投稿しました。一方、アビルさんもインスタグラムにてママとよっちゃんが引き離されてから、ママは1分1秒たりともよっちゃんの存在を忘れたことはない。いつも苦しくて寂しくて切なくて辛くなる。でもいつか会えることを信じて待っている。大好きだよと長女への思いを綴っています。こうした背景から、サイガが突如ブログを閉鎖したことに対して、X からは批判的な反応が多く見られる。娘さんの引き渡し問題があったから、削除せざるを得なかったのかもしれないけれど、むしろその削除が遅すぎるという意見もある。親権のない子供との日常を投稿しておいて、パパ部門で1位というのは、矛盾しているという声もある。お子さんが無事でいるのか心配だ。早くお母さんに会えるように。サイガは2023年11月、1分格闘技イベントブレイキングダウン展で、細川一冊に KO 大負けを喫した。そして2024年3月、YouTube で現役引退を表明し、後進の指導者としての役割を果たすことを決意した。アメブロという有名人ブロガーとして相当な広告収入があった場所が消えた今、パーソナルトレーニングのサイガジムが主な収入源として考えられている。ネット上では収入はどうなっているのだろうか、大丈夫なのか心配だ、などといった声が広がっている。そして、子供の未来についてはどうなるのだろうか。その人は以前に犯罪歴があり、元も変わっていたが、それぞれの事情を考慮していた時期がありました。しかし、子供を取られ、元の再婚相手の元妻からも意地悪される中で、静かに我慢し、見方が変わりました。元妻の不満と他人を罵る記事を見て、その人がどれだけ辛い思いをしていたかを思いました。これからもゆっくりと頑張ってほしいと願います。あるスキャンダルによって勝手に姿を消した人物。ホリプロなどの大手ではなければ、復帰は不可能だっただろうし、そうした人物をテレビに引っ張り出すホリプロの強引さに恐怖を感じた。円満な対処など本当に存在するのかわからないが、これからは後ろ盾なしでやっていくしかないのだろう。果たして需要はあるのだろうか。まだあの子を連れ去ったままなの？もう決定しているのに、なぜ渡さないのか許されることだろうか？予想だが、アビルさんもなんか行動したいと思っているけれども、弁護士の助言で手を出せない状況なのかもしれない。引き渡さないことでまた裁判を起こせばいいのでは。日本は本当にこういうところが甘い。誘拐として処理すればよかったのに、なぜ裁判があるのか。